モクレン、皆さんも練習中にすみませんが、少しお時間をいただけますか。なんだ。制作指示をいただいていた試作品の衣装をお持ちしました。臨時運営チームに提出する前に、まずは C の皆さんにご確認いただければと。この衣装、青霧が？すごいね。けど、これは一体？青霧を雇用するにあたって、試しに衣装を作ってもらうことになったんす。まずは自由にデザインしてもらえるように、チーム C の通常公演の衣装ってテーマで。そうだったんだ。前に見たデザイン画も良かったけど、これもかなりの仕上がりだね。いやはや、これは見事というほかなく。悪くない。悪くないどころか、すごいっすよ。完成したならちょうどいい。次の公演はこの衣装を使う。え、モクレン、さっきも言った通り、これは青霧の腕試し試作品っすよ。青霧、これは試作品に過ぎないのか。 いえ、俺の全力を込めさせていただきました。なら問題ないな。そもそも衣装だけ見て出来を判断しろという方が無理がある。踊りもしないで何がわかる。ふん、その視点もまた頷けるものがあるかと。待ってください。こちらを起用するのは時期尚早ではないでしょうか。なぜだ。これまでの C の衣装や雰囲気が好きなお客様もいるはずです。第一、すでにいつもの公演衣装で練習も重ねていますから。おやおや、これは困りました。針の意見もごもっともで。では衣装対決というのはどうでしょうか。スターレスには対決公演というものがあると聞いています。俺の衣装がチーム C に合っているのか、お客様に判断を委ねるのもありではないかと。対決公演？なるほど。青霧が自分でデザインした衣装でステージに立つのか。面白いな。青霧、この前渡した曲、歌える準備はできてるな。それは俺に歌えとおっしゃっているんですか。あ、いやいや、待ってくださいっす。歌わせるってことは、もしかしてザクロと対決させるつもりっすか。そうだ。よもやこのような火の粉が降りかかるとは。寝耳に水とはまさにこのこと。もうくれん、青霧が言っているのは衣装の対決だよ。試しに何公演か新しい衣装でステージに立ってみる。ではダメなのかい。衣装だけ変えて何の意味がある。やるなら衣装に合わせて方向性を大きく変えたステージを見せるべきだろう。その結果客に受け入れられたのなら、今後のチーム C をそっちに舵取りしてもいい。運営チームには私が伝える。これは決定事項だ。え、聞いてないですよ。また急な話だね。よく来てくれた。驚かせてしまってすまない。ああ、それを今から。おい運営、
俺らのレッスン場どうなった？ちょうどいい。貴様も聞いておけ。は？今回のチーム C の単独公演だが、対決をすることとなった。詳しくは木蓮と霞から説明させる。チーム C の今後の衣装をかけて青霧とザクロを勝負させることにした。つまり青霧をステージに立たせるということですか？ザクロと勝負ということはシンガーとしてだよね。ただの衣装対決ではつまらないからな。奴自身に戦わせることにしたんだ。とは言っても今回の勝敗でシンガー交代するわけじゃないっすよ。あくまでも勝ったチームの着てる衣装を今後のメインにしようって話っすから。青霧が勝った場合は青霧デザインの衣装を C のメインに、ザクロが勝った場合は従来の衣装を今後もメインに使っていく。どちらにしろ公演に合わせて適宜使うものは選ぶつもりだ。くだらねえ。なんとでも言え、理解できないやつに説明するほど無駄なことはない。んだとこれ。新しい試みですが、今後の C の雰囲気が左右されることになるわけですから、難しい勝負になるでしょうね。いつもながら木蓮の思い切った決断には驚かされるよ。林道が口にしたように、今回の対決は今後の C の方向性に影響を与えるものになる。シビアな戦いになるだろう。どうか君の目でチーム C の行く末を見守っていてはもらえぬだろうか。緊張しているかい？それはもちろん。デザイナーの仕事は裏方ですから、ステージはこの位置から見るばかりでした。まさか自分が舞台に立つことになるとは夢にも思いませんでしたよ。青霧の場合、自身が手掛けた衣装のお披露目も兼ねていますからね。ハリー、追い打ちをかけるもんじゃないっすよ。でもまさにそれです。ただでさえ緊張しますが、それを披露するのが俺自身だなんて。今日の舞台、絶対に失敗できないと思っています。ぬるいことを言うな。どんな舞台であっても失敗など許されない。今回に限らず、いつでもだ。承知しました。じゃあね、姫、最高のダンスを披露するから、君は客席でどうか見てて。ありがとうございます。それでは。ありがとうございます。あなただけに打ち明けますが、実は役を演じるのは子供の頃のクリスマス会以来なんです。あなたの笑顔で少し緊張がほぐれました。ではまた後で。今日は見てくれてありがとう。そう言ってもらえて嬉しいよ。ねえねえ、例の新人キャスト結構良かったね。思った以上にかっこよかった。新人とは思えないクオリティで。
でもやっぱり私はザクロの歌がいいな。わかる、モクレンのダンスとも相性ぴったりだしね。ザクロの新曲楽しみだな。今回はどんな感じなのかな。大丈夫だよ、初めから必ず受け入れられるものなんてない。私たちにできることは全力で賞を届けることだけだから。ありがとう。もうすぐ青霧も来るはずだから感想を伝えてあげてくれないかな。やはりザクロは手強いですね。当然といえば当然でしょうね。ザクロの歌はチームの柱の一つですから。悔しくはないんですか。まだまだ力不足だと痛感していますよ。ですがやるしかありません。最後まで全力で。皆さん、今日までの公演お疲れ様でした。いよいよ折り返しになりますね。ここで中間結果をお伝えしていきます。それでは発表します。青霧さんチームとザクロさんチーム、現時点で優勢なのはザクロさんチームとなります。さすがですね。やはりですか。正直予想通りではありますが。おやおや、予想通りなどと、こたびの結果ただただ喜ばしい限り。お客様が求むる詩を表現できるのは私であるとの称賛のようで。まあチームの一体感はできてるわけですし、お客様も安心して見てる感じはあったっすよね。そうだね、青霧がそれを超えるのは簡単なことではないと思う。はてさて、チームに芽吹きつつある新緑は今後花を咲かせられるか否か。返す言葉もありませんね。今の俺があなたに及ばないのは事実ですから。ですがステージにも慣れてきましたし、少しでも追いつけるよう頑張りますよ。こんなところで満足するな。青霧もザクロもまだ出せるはずだ。手厳しいですね。肝に銘じて精進します。私は私の役割を全うすることに尽力するのみ。では残りの公演もよろしくお願いします。これはこれは、青霧チームのご見学で。ではどうぞ、私の隣へ。本日はトップの気迫が凄まじく、こちらにもまるで気づいておられぬ様子。よし、2分休憩を挟む。その間に反省点をまとめるぞ。はい。気合入ってるっすね、ハリー。2つの公演を同時に演じますが、 50% と 50% とはいきませんから、どちらも全力でやりきってみせます。まずはハリー、衣装を変える前の振り付けがまだ体に残っている。前のイメージに引っ張られるな。もっと鋭く大きく動け。はい。
霞はもう半歩青霧に寄せろ。ぶつかり合わないギリギリまで踏み込む。了解っす。木蓮、俺はどうしましょうか。自分でも分かってるだろ。蹴られたパートを蹴られた分だけやり直せ。それと私はダンスのことしか言わない。歌のことは自分で考えろ。おやおや、そこで手を離すとは、なんと冷酷無比なことか。だったらザクロ、お前が指導してやるか。なぜ私が？あいにく私はただの路傍の石にて、送るほどの塩も持ち合わせておらず。いえ、大丈夫です。自分で研究しますので。明日には仕上げてこい。いいな。次、クー。お前また余計なことを考えてるな。下手な考えはやめろ。それだけだ。わかったよ。皆さん、千秋楽まで本当にお疲れ様でした。それでは早速ですが、対決の最終結果を発表したいと思います。青霧さんチーム対ザクロさんチーム、今回勝ったのはザクロさんチームとなります。おめでとうございます。おやおや、どうやら勝利してしまったようで。してしまったですか。あまり嬉しくなさそうですね。ザクロにとっては当然の結果でしょうから、むしろ対決に付き合わせて申し訳ないほどです。いやいや、それはモクレンの命令だったんで気にすることないっすよ。でも機会をいただけたことは本当に感謝しています。ザクロには叶いませんでしたが、おかげでステージに立つ魅力にも気づけましたから。それは良かった。お客様を楽しませるにはまず役者からだから。でしたら次はダブルシンガーなどいかが。え？演目によってはステージをお任せするもやぶさかではなく、青霧ならばきっとやり遂げるかと。そうですね、機会をもらえるならぜひ。どうかしましたか。いえ、やはり変わった方だなと思いまして。ともかくこれで今後もメインの衣装は既存のもののままだ。青霧、お前のことはこれからも使う。今後も準備を怠るな。衣装はもとより練習もだ。わかりました。トップの仰せのままに。お前たちも手を抜くようなことがあればすぐにステージから叩き落とす。覚悟して取り組め。では改めて皆さん本当にお疲れ様でした。